こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこの12英雄戦士シリーズよりイースターです。それでは見ていきましょう。はい、これは韓国から買ったのでこう韓国語で書かれているんですけど、これもともとは中国のアニメのおもちゃですね。はい、でこの韓国での題名が12英雄戦士となっているんですけど、中国の元題は、このような感じになってますね。はい、でこれを日本語に訳すとスチールアーマーリトルドラゴン的なニュアンスになると思います。これですね、このドラゴンがなんか、重要な存在なんですかね。はい、という感じで、でこのヘビはこの動物の英雄モードからこの剣ですねの戦士モードに変形するっていうギミックがあります。でこれ他にも動物がいて、この12匹の動物がいますね。でこれ何がモチーフになってるかというと12子ですね。ね牛虎うたつみ馬羊猿鳥犬いいですね。はい、このような感じです。でその変形する動物たちとともにこの少年ですね、主人公でしょう、この少年が熱血冒険をするというアニメみたいです。はい、で、これですね、こういう感じで変形する。でイースターのこの、バトルデータが、力、速さ、知恵という感じで、知恵が一番高いですね。はい、で、ここにも、書いてるんですけど、訳すとおそらくさまざまな作戦をよく立てるイースターで、チェーンロングソードに変身して星雲、星雲、星雲を作って敵を凍らせて捕まえる的な感じだと思いますね。でここに英雄スキルでスーパーアイスチェーンロングソードと書かれていると思います。はい、おそらく属性が氷とかなんですかね。はい、凍らせて戦う的なものだと思います。はい、それではこれを開けていきたいと思います。はい、中身を取り出すとイースター本体とこの説明書とこの2つですね。でこれが首飾りみたいです。はい、こういうここの穴にこの紐を通して首飾りにするという守護神首飾りっていうやつみたいですね。はい、で、説明書はこういう白黒でこのような感じになっています。はい、それではこのイースターの英雄モードを見ていきましょう。はい、イースターの英雄モードはこのような感じになっています。はい、このような感じです。はい、いやこれわかりますよね。もう可愛すぎますよねこれ。いやこの可愛さにもう一目惚れというか、もう一目でこれは買わなきゃダメだなって思いましたね。はい、いやこの大きい目とかでちゃんとこう縦のこういう瞳孔なんですよねっていうちゃんとヘビの、特徴を捉えた風になっていて、でここが、このヘビの横の部分ですね。なんかコブラとかそういう系ですかね。でこういう2つに分かれた舌もちゃんとあって、でこれが動くんですよ。はい、このように、稼働します。はい、この下もまたいいんですよね。はい、でここですね、ここは実際のヘビとは違うんですけど、こういう丸いつながった形状になっていてうまくトグロを再現しているんだと思います。で尻尾、これ尻尾がこのように、動くんですよね。このような感じで、すごいですよね、ヘビですよね。であとここも、稼働します。このような感じで稼働しますね。いやでもこれちょっとプラスチックが安っぽいというか、ちょっとこうなんかなんというかこうちょっと怖いんですよね。こうカチカチってやるのが、壊れそうで、っていう感じで、このカラーリングもすんごいもういいカラーリングしてるんですよね。この黄緑とこの深緑とで、お腹のところがちょっと薄めの黄色という、いやこれ本当にいいですよね。で顔も、ちょっとここに耳っぽいこういうのもあるんですよ。でこの頭の上には蛇と書かれております。いやいいですね。でこれ塗装ですね。ここ、こういうところは全部塗装になっています。で、これちょっと箱のこの写真と違うところが、この尻尾のここですね。このこの横の部分がこれだと黄色くなってるんですけど、ここの部分がでもおもちゃは、最低限というか、ここは塗装されてないっていう感じですね。いやーいいですね。ここのこの、このラインとか、いいですよね。であとこの首も動くんですよ。このような感じで、いや首を動かすとまた可愛くなるんですよね。いやーいやどうですか、こんな感じで結構首動くんですけど、いやーこんな可愛いおもちゃないですよね。という感じで、au モードでポーズを取らせるとこのような感じになります。いやあざといですね、これはちょっと。いやこんな可愛い英雄いるんですね。いやーいやこれが頭いいんですね。なんか頭良くなくても全然可愛いですけどね、これは。いやイースターちょっとちょっと同行して可愛すぎますね。という感じですね。あとはこのように尻尾を垂らしてポーズを取らせることもできます。いやーやっぱりこのヘビ特有のこういう、うねりというか、こういう、これですね、蛇行というか、これを再現できるのはすごいですね。このような感じでしならせることもできます。いやめちゃくちゃ可愛いですね、という感じです。じゃあこれを戦士モードに変形させたいと思います。イースター変形。イースター戦士モードです。それでは見ていきましょう。イースターの戦士モードはこのような見た目になっています。このような感じです。どうだったでしょうか、この変形。この一番驚いたのがここですね。この背中の部分のこのレールでこうシューってこう移動してカチッってなるっていうこの変形がすごく面白かったですね。であとはこのチェーンですね。尻尾をこうくねくねしてた尻尾をここでこう止めることによって、うまく、動かないようにしてるとことか、すごいですよね。であとはこの頭にあったこの蛇のマークがちょうどこのソードのここの、要の部分というか真ん中の部分に来てるところとか、結構すごい変形が面白いですね。このとぐろだった部分を中心にして、いやでやっぱりこうちょっとメカのモールドとかもあっていいですよね。こういうところとか、いやーでもやっぱりこのデフォルメされたこのヘビの顔がやっぱりこう可愛さを引き立ててますよね。このソードもソードでいいですね。色がまたこうくっきり分かれて、でまあこう持つところはこういう風に曲がってますね。でまあ大人が持つにしてはちょっと大きい感じですかね。おそらく子供が持つとまあまあいい感じのちょうどいいくらいのサイズになるんですかね。という感じで、でこの、ソードのここを縮めたんですけど、これまたこれを戻して、このような感じにして本当にロングチェーンソードみたいにこうしならせてこう遊ぶっていうのもまた面白いですね。こういう感じにもできます。この戦士モードはこのような感じです。それではここからは大きさ比較をしていきたいと思います。比較するのは以前レビューしたビーストウォーズセカンドのベーシッククラスのダイバーです。ロボットモードです。このような大きさになっています。大体、ちょっとイースターの方が大きいくらいですね。このくらいの大きさです。それではこのついてきた首飾りを見ていきたいと思います。イースターと書いてますね。で裏でここになんかヘビの特徴を教えるよみたいな風に書いてるんですけど、おそらくこの書いてるのがヘビは繊細な性格で頭脳が明晰なやつがたくさんいて、社交性に優れていて、その人間関係、ヘビ同士の関係、そういう関係性がいいっていう風に書いてると思います。これってあれなんですかね、このアニメに出てくるこのイースターのことなのか、それとももう本当のヘビのことなのか、どっちなのかわからないですね。いやでもヘビって書いてるからヘビのことなんですかね。こういう感じで、でこの紐をこう通して首飾りを、作るという感じで、でこの紐なんですけど、ちょっとこうよくあるこういう革の紐とかよりかはちょっとフェルト寄りな、でもフェルトよりもちょっと頑丈な感じの、触り心地のいい紐ですね。でここでこう結んで首飾りを作るんですかね。こんな感じで、こういう感じですかね。で首飾りとなると、守護神首飾りの、完成ですね。このような感じです。今回のイースターのレビューいかがだったでしょうか。いやもうこの英雄モードの見た目がもう可愛すぎるっていうことですね、一番伝えたいのは。こう置いておきたいですよね、ずっとこうなんかテーブルとかにこうちょこんとこう、もうそういう可愛さがありますね。でこうデフォルメされたヘビのこのフォルムも完璧ですね。でこのカラーリングも、しっかりとしていて、そしてでこう可愛いだけじゃなくて変形する時も結構面白い変形をして、でソードになるっていう結構面白いギミックが、ありますね。ということです。でこれ韓国の G マーケットというサイトで買ったんですけど、その時の値段は1000円くらいでしたね。でこれ Amazon とかで買おうとすると5000円とかするんですよ。なのでちょっと、気をつけた方がいいと思います。なので気になった方はぜひここのイースターを購入してみてはいかがでしょうか。はい、ここからはレビュー中に話せなかったことなどを話していきたいと思います。はい、今回このイースターをレビューしたんですけど、はい、これ韓国の G マーケットで買ったと言ったじゃないですか。で、その韓国のこういうおもちゃを買う方法を、動画にしてアップしてるので、ぜひ、その動画も、見てみてください。はい、で、おそらくこの韓国の G マーケットで買ったおもちゃが、3つあるんですけど、このイースターとあと2つあるんですけど、それプラスまたちょっと韓国のおもちゃをちょっといただいたので、はい、交換したんですけど、はい、なのでおそらくこれから結構韓国のおもちゃ、はい、でどんどんレビューしていくと思いますね。はい、韓国おもちゃレビュー強化週間とかになってくると思うので、はい、ぜひ皆さんもこう韓国のおもちゃすごい、本当にいいものが多いので、これ中国のやつなんですけど、はい、なのでぜひ G マーケットの使い方の、はい、動画とか、ぜひ見てみてください。はい、本当にいいおもちゃがたくさんあります。はい、という感じで、今回は終わりたいと思います。良ければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。